八角に続き偉業まで倒したか。ハオメ、さすがは我が息子、なかなかやりおるわ。次はいかがいたしましょうか。少しは成長したとはいえ、わしから見ればまだまだ未熟の極み。特に精神面での弱さは致命的よ。あれの復活も間近だ。何か手を打っておく必要があるな。さすれば私が。お待ちください。その役目ぜひ私めに。何か策があるのか。よかろう、やってみせよ。はっ。フォー、なぜあのようなこと。言いたくありません。お前ほどの者がムキになる相手でもあるまい。お話ししたところで分かっていただけないでしょう。そうか。ではこれを持っていくがよい。ここにはハオの最大の弱点が書かれている。なぜ、なぜです。あなたは今でもハオを愛しているのでは。昔の話だ。レイ様、その言葉信じてもよいのですね。私はハオが憎い。あなたの愛を一身に受けるハオが。ハオ、あなたは何も悪くない。でも私の心は。あったよ。ハオ、ここね。白い髪の女の人がいるっていう店は馬料理専門店、白馬マンピン。へえ、馬だけしか扱わないなんて珍しいわね。ねえ、ハオ。ハオ、顔色が悪いわよ。どうかしたの？いや、なんでもない。入るぞ。ごめんください。変ね、誰もいないみたいよ。罠か。その通り。誰？このバラの香り。ということは、いかにも味四天王フォー水産。すごい美人。気をつけろクミン。綺麗な花にはトゲがあるもんだ。それにしてもポー、全てを優雅に美しく振る舞うことをポリシーとしていたあんたが罠とはな。アジマ王に料理人としての魂を売り渡したばかりか。自らの信念までも捨てたか。お前に何がわかる。お前に語ることなど何もない。さあかかってくるがいい。いいだろう。
俺が勝ったら、アジマオの居場所を教えてもらおう。で、勝負の方法は？馬肉料理。うまっ。どうしたの？ハオ、勝負が始まっちゃうわよ。行くぞ！いざ！クッキングバトル！調理開始。ハオの様子がおかしい。どうしたの、ハオ？流力加工。え？この馬を僕にくれるの、父さん？うん。男子たるもの、馬の一匹も乗りこなせんとな。ありがとう父さん。よし、今日からお前の名前は流力加工だ。柳みずみずしく生い茂り、花くれないに咲き乱れん。その姿美しき春のごとし。良い名だ。いいぞ、流力加工、その調子だ。俺がもう少し大人になったら、お前と一緒に世界中を旅するんだ。だからお前もいっぱい食べて、早く大きくなるんだぞ。よせったら、流力加工、くすぐったいよ。父さん、ねえ父さん、流力加工はどこ？どこにもいないんだよ。何それ？料理人とは常に命を奪う罪深き者。馬であろうが鳥であろうが、命の重さに違いはない。わかるな？何？何を言ってるの父さん。流力加工はどこなの？我ら料理人は彼らから奪った命の尊さを理解し、最高の料理を作らねばならない。それが素材を生かすということだ。わからないよ父さん、何言ってるのかちっともわからないよ。答えてよ、流力加工はどこにいるの？逃げるな、ハオ。お前にはわかっているはずだ。この肉が流力加工なのだ。さあ、お前の手で新しい命を吹き込んでやるのだ。包丁を取れ、刃を。嫌だ、そんなの嫌だ。僕の流力加工返してよ、返してよ。めめしい奴め。父上、やめてください。刃にはまだ早すぎたのです。この未熟者めが。できない。俺
にはできない。少子、少子千万だ、ハオ。その声はアジカゲ。どこだ、どこにいる。どこを見ている。拙者はここだ。いつの間に。怪しすぎるやつ、何者だ。何者だと。拙者を知らぬやつがまだいたとは。よかろう、教えてやろう。悪の栄えるところ正義あり、闇に覆われしところ一筋の光あり。名乗れと言われど名もなき狼、地獄の悪鬼を成敗するため命を懸ける男一匹。人は拙者を謎の料理人、味影と呼ぶ。味影、なるほど、貴様か。最近ハオの周りをうろついている忍者料理人というのは。いかにも。何しに来た、足掛け。何しに来たとはご挨拶だな。お前があまりに不甲斐ないから見るに見かねてこうして出てきてやったのだ。どうでもいいから早くそこから降りろ。ふん。ハオよ、なぜ馬を料理できないかは今さら聞くまい。料理人とは常に生き物の命を奪う罪深き存在。料理人はそのことを理解し、その罪を背負っていかねばならん。それが料理人の業というものだ、ハオ。そんなことは分かっている。分かってる。そんな口先だけの理解が何になる。ならばと、今までお前が料理してきた食材と馬との間にどれほどの差があるというのだ。さあ答えろ、ハオ。俺には分かっている。分かってはいるが。馬も豚も同じ生き物、命の重さに格差はない。命の尊さを理解し、最高の料理を作るのがせめてもの償い。それが素材を生かすということだ。素材を生かす。この男、兄さんと同じことを。お前にならできる。素材を生かせ、生かすのだ。その時こそお前は新たなる力を得ることができるだろう。新たなる力？喝殺自在、人号剣。人号剣？それは味魔王の技。その通り、味魔王流四千の技の最高峰。見事この技を得得し、父を超えてみせるのだ、覇王。俺は奴を、味魔王を超えるんだ。そして、そして、おー、料理人心得その子。命の尊さと己の罪深さを理解し、最高の料理を作らなければならない。行くぞ。聖者失滅、死者割烹、喝殺自在、人号剣。
た。すごい、すごいわ。この肉の輝き、まるで素材が生き返ったようだわ。こうして耳を澄ましていると馬の鳴き声さえ聞こえてくるようだわ。見事だ、ハオ。素材を生かす心、決して忘れるなよ。あ、味かけ。喝殺自在、神豪家。安嶋王様以外にこの技を伝えられる者がいたと。まさか、あの男の正体は。やはり、それほどまでに、ハオのこと。調理開始。勝者ハオ、心の料理、調理完了。ここまで見事に己の弱点を克服するとは。所詮この戦いもあの方の手の内ということか。これは馬肉を使ったビーフね。この味、馬の油で炒めているのね。それゆえにサラサラと麺の喉越しよくさっぱりと食べられるわ。
一緒に炒めてある野菜もすべて均一に切断されている。なんて食べやすいのかしら。まるで幽幼たる陽子香のように優雅に喉の中を流れていく。サラ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 、ああ。そしてチャーシューも馬肉で作っているのね。素晴らしい味わいの統一感だわ。ちょっと見ない間にこんな料理が作れるようになったのね。見事だわ。戦いに敗れ愛にも敗れるか、私ももはや。さあ俺の勝ちだ。フォー、アジマウの居場所を教えてもらおうか。いいだろう。アジマオ様の居場所はここだ。なんだこれは。前が見えない。クミン、どうしたクミン。アジマ王様を倒したくばその地図の場所まで来るがいい。それまでこの娘は預かっておこう。ハオ、助けて。ハオ、よせ。フォー、クミンを返せ。ハオ、クミン。決戦の日まであとわずか。ハオリ、お前が全てを知る日も近い。助けて！助けて！ハオ！クミンをさらわれ怒りに燃えるハオ。我を忘れアジマ王のもとへ向かう歯をいさめるため忍者料理人アジカゲ参上。物語もいよいよ大詰め。次回クッキングファイター歯を第8話、全ては奴から始まった。煮えたぎる鍋は怒りの心。